ございます。今日は土曜日ですね。4月の30日、今日で4月も終わりなんですけど、昨日ねゲームのとこ行って、その後まあいろいろ連絡取ってたんだけど、そのセッション仲間たちとね、でなかなかなんかどこか決めてくれなくて、うちもどこに連れていけばいいか分かんないし、なんかすごい大変で、まあ、結局サプライズできたのでね。なんでまあみんな昨日うちで寝て、もうあそう昨日ねビログをちょっと上げてから行ったんだけど、なんかずっと失敗になっちゃってて、で帰ってきたのが3時半とかだったのね、朝ので、もうちょっと今起きてらんないわと思って、上がるまで上げて、でそのまま寝ちゃって朝見たら上がってたので、ちょっと1日ずれてるかもしれないんだけど、はい、そんな感じで、昨日みんなね泊まって、で今朝の10時なんだけど、これからみんなでディムサムっていうヤムチャ、日本語で多分ヤムチャだと思うんだけど、を食べに行きます。でちょっと場所は分かんないんだけど、食べれるとこがあるみたいなのでそこに行ってくるんですけど、まあみんなはね他の車で行ってるので、多分そっち現地で待ち合わせするんですけど、今日はね、そうだから先生の友達がいっぱいいるので、もしかしたらあんまり取れない部分もあるかもしれないんだけど、まあ取れる分だけ取っていきたいと思うので、はい、早速、まあ、ご飯ブランチ食べに行っていきたいと思います。ゴルフのとこ来ました。なんかこれがこう貝になってて、あっち側に打てるようになってるんで、行ってきます。スズルってところのにあるなんだろうバーみたいなところ、クラブみたいなところに行ってきて、私クラブあんまり好きじゃないのであんま楽しめなかったんですけど、ぶっちゃけ言うと、はい、ちょっとね、なんて言うんだろう、すごすぎたので、すごすぎたので、なんか激しすぎたので、ビログはちょっと撮らなかったんですけど、まあ、またなんか行く機会があったらちょっと撮ろうかなと思うんですけど、はい、今日のねビログはあんまり長くなかったかもしれないんですけど、ちょっと撮れるところしか撮ってないので長くなかったかもしれないんですけど、今日のビログはこの辺で終わりにしたいと思います。また明日のビログでお会いしましょう。バイバイ。